PSRB1620 から26は、サソリ座の方向約12,400光年の位置に、ある、パルサーと白色矮星からなる連星系である。2000年時点で、二つの天体を交点する、太陽系外惑星を持つことが確定している。球状星団 M4 の中に存在する。元々の PSRB1620 から 26A は、 もっと軽い白色矮星を番星として持っており、当時はまだ惑星を持った主系列星であった WDB1620 から26が当時の連星系に影響を与えて入れ替わったということが理論から推測されている。この3つの天体からなる系は球状星団の核のすぐ外側にある。星団の年齢は約127億歳と推定されており、2つの構成と 惑星もこの頃生まれたと考えられている。この普通とは異なった惑星系に対する適切な命名法に関しては小さな論争があった。一方はパルサーを PSRB1620 から 26A、白色外星を PSRB1620 から 26B とし、惑星を PSRB1620 から 26C とすることを主張し、もう一方は 白色外星には WDJ1623 から266という個別の名前を付け、惑星は WDJ1623 から266ビットと命名するべきだと主張した。初期の論文では前者が使われているが、天体カタログでは主に後者が使われている。惑星系の進化 PSRB1620 から26ビットは、 ドップラーシフトによって見つかった。1990年代初め、ドナルド・バッカーらは、彼らが連星パルサーだと思っていた天体を研究中、そのドップラーシフトを説明するためには3番目の天体が必要となることに気づいた。数年のうちに、パルサーと白色矮星を交点する惑星の重力効果が測定され、その質量が 構成にしては少なすぎる値になることが分かった。3番目の天体が惑星だという結論は1993年にステファン・ソーセットらによって発表された。ありがとうございます。